あ、そうですね、はい、あ、そうか、それ読む方だから読む方だと、これで、これこうかな、こうかな、そうすると、うん、こちらから来たらこう読むので、うん、こうか、あ、そうか、そうするとここにこう、あ、そうか、そうか、反対、こちらからこちらからこうですね、はい、肩書きの情けやって下がってますよな、名前が、うん、はいはい、だから同じように名前を重ねてはい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 、あ、そうか、これここで衆議院議員で売って、これで藤井祭事で本番もやりますか、そしたら、はい、あのね、プロが衆議院で、衆議院、はい、議員って言うのとちょっと開けた方がいい、はい、本日2022年の11月の26日土曜日です。西脇市で、ふれあい、いきいきふれあい祭りやったかな、はい、のイベントで天智友の会が開催してます展示を、はい、をするという体験をされてます。あ、なるほど、これをすごいですね、学校とのつながり、毎年福祉総合学習の一環として高校、中学、小学校で展示体験学習を実施されてるんや。なるほど、すごいですね、まあ、展示体験ありがとうございましたという感想も入ってます。でさいさ、さそうか、あれですね、活字ごとに開ける部分決まってんねや。で、ひがこれ、これ、これ、はい、これ、なるほど、できたはずなんですね。はい、できてます。あの、それは会長さんに確認いただかないと。どうですか、手で分かるんですね、そこ。あらら、目が見えるので、手で押しても見てしまう。あ、なるほどね、どうですか、できてますか。難しいです。ああ、だからこれ、これここがこう、こうなってるの、衆議院、はいはい、で、うん、これが議員、はいはい、で藤井で、これが比佐ゆきと言ってるつもりです、はいはい、なるほど、承知しました、ご丁寧にありがとうございます。はい、課長頑張ってください。楽しみな、承知しました。ああ、ごめんなさい、カレンダーですよね、このカレンダーに怖いって見てこうできるんだったらいいですよね、確かにね、展示でね、そうですね、あの、いつがゴミの日っていう、それでね、そうそうそう、ライブ重いでしょう、重い、これとかね、かぶせたからね、もうこれで200ある、あら、それは全然増えないですよ、これで300、あら、それが足りない、いらないですね、どっちがこれをいらないか、どっかを減らさないといけない、あー、350、おー、素晴らしい、皆さん拍手をありがとうございます、皆さん大きな拍手をありがとうございます。